どうも、鈴木ミートです。メトロイドやキャッスルバニアを彷彿とさせる横スクロール型の 2D 探索アクションゲーム、いわゆるメトロイドバニアは造語でありながら今では一大ジャンルとして確立し、特にスイッチのインディーズゲーム市場では最も多いジャンルになっているのではないでしょうか。そんなリリースが乱発されているメトロイドバニアの中からこれだけは遊んでおきたいというものを10作品紹介していきたいと思います。インディーメーカーからブランドメーカーまで織り交ぜながら紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速行ってみましょう。メトロイドバニア好きに最高傑作は何かと聞いたら必ずと言っていいくらい名前が上がるであろうタイトルです。メトロイドバニアに加え、ダークソウルなどのソウルシリーズのイズムが組み込まれた、いわゆるソウルライク要素もふんだんに入っており、可愛らしいデザインとは裏腹にダークな雰囲気や高い難易度を要しています。まず圧巻されるのはマップの広さ。探索がかなり奥深く、仕掛けられているトラップや待ち受けるボスはかなり歯応えがあり、初見で一度も死なずにクリアした人がいるなら思わずスタンディングオベーションをしてしまうほどの難易度。しかしそんな広いマップは難易度だけではなく自由度も上げてくれています。このエリアが難しいのであれば違うエリアへ行くという選択が可能で、スキルを取る順番もある程度自由なので、難しくて諦めていたエリアも、新たなスキルを入手したことで思いがけず余裕になる、なんてこともあり、探索の楽しみがさらに広がります。敵との戦闘がとにかく緊張の連続、というのもソウルシリーズを感じるゆえんと言えるでしょう。敵は軒並み強いのですが、それに輪をかけて緊張感を与えてくれるのが、戦闘システム。敵にダメージを与えると、ソウルが溜まっていき、そのソウルを消費して、回復や必殺技を使用できるというシステムで、体力がピンチで回復したい。でもそんな時だからこそ攻撃をしなくてはいけなかったり、せっかく溜まったソウルで回復か必殺技のどちらを使用するかという選択に迫られ、その見極めがバトルの重要なポイントになります。そして何より操作性の高さがこのゲームの完成度を数多あるメトロイドバニア屈指のものとしてくれています。2D マリオやロックマン並みにアクション性が良く、インディーゲームということを忘れるほどの一作です。死の雨によって人々が化け物になってしまった世界で目覚めた記憶喪失の少女、リリー。そして魂だけの存在である黒騎士が、汚れを浄化していく旅に出かけます。荒廃した世界がモチーフのため暗めの背景ばかりですが、その中で唯一白を基調としているリリーは強くも儚げで、そのコントラストがよく映えます。ビジュアルだけではなく、BGM も非常に印象的で、対外的な世界観に寄り添うようなピアノの旋律は、それを目当てに購入しても損がないほどのクオリティです。そんなダークファンタジーな世界観も魅力的ですが、ゲームデザインもとても秀逸。ホローナイトと同じく、こちらもソウルシリーズを彷彿とさせる難易度ですが、決して理不尽ではなく、攻略の最適解を見つけ出せれば絶対に突破は可能、という程よい歯応えで、バランスが取られています。負けてもデスペナルティなどはなく、直前にセーブポイントが用意されているので、やり直しのストレスもほとんど感じることがなく、ソウルライクのメトロイドバニアの入門編として最適な作品と言えるでしょう。ボスを倒し浄化をすると、そのボスのスキルが使えるようになり、剣で戦ったり、コンボを振り回したり、さらには魔法で戦ったりと、かつての敵が自分の味方になるという少年漫画のような熱い展開も必見です。スキルは戦闘だけではなく、探索にも必要な場面があり、メトロイドのような謎解きも楽しめるようになっています。音楽、デザイン、ゲームバランスと、どれをとってもレベルが高くまとまっており、メトロイドバニアとしてだけではなく、インディーズゲームの歴史に残るであろう名作だと思いますので、一度は遊んでみてほしいです。メトロイドバニアを語るのであれば、本家のメトロイドを外すわけにはいかないでしょう。とりわけこのメトロイドドレッドは、こういうのもおかしな話ですが、メトロイドバニアらしさが詰まっています。探索し、敵を倒し、スキルを取得して新たなエリアをまた探索という基本的なシステムはしっかり踏襲され、そこに今回はエミーという殺戮マシーンに追われる恐怖や巨大なボスとの大迫力な戦闘など、そこらのゲームでは味わえない刺激的なスパイスがよく効いています。マップは広いものの、プレイヤーが進むルートはある程度誘導される形になっているので、ヒントは見ずに、とにかく自分の足で走り回って探索したいという生粋のメトロイドバニアファンにとっては少し物足りないかもしれませんが、親切で遊びやすい設計とも言えるので、メトロイドバニア入門用としてこれ以上ない一本と言えるでしょう。ただ、豪華すぎる演出や
細かな気配りまで行き届いている完成度など、明らかに膨大な開発規模や潤沢な資金を感じさせる出来になっているので、このメトロイドドレッドの後に他のインディーゲームを遊ぶと少し寂しさを味わう羽目になるかもしれません。メトロイドバニアのメトロイドの部分を紹介したのであれば、バニアの方も紹介しないといけませんね。悪魔城ドラキュラシリーズでプロデューサーを務めた五十嵐浩二氏がキックスターターで開発資金を調達し、4年の歳月をかけ完成させた悪魔城ドラキュラの精神的後継作の探索型アクション RPG。 ゲーム自体はオーソドックスな横スクロール探索アクションですが、無限を感じさせるほどの広がりを見せるマップは、ダークな雰囲気を残した美麗なステージに加え、秀逸な音楽により探索を飽きさせることを許しません。移動速度が若干遅く、動きにもどかしさを感じますが、そこが逆に昨今のスタイリッシュでスピード感重視のメトロイドバニアとの差別化を図れていたりもします。人によっては欠点となる部分もありながら、それを補ってあまりある奥深さもこのゲームの魅力です。敵キャラ一体一体ごとにドロップの異なる膨大なアイテムの収集、レベルやカスタマイズによる成長なども多く、幅広い育成要素は戦闘の快適さに直結するので、育てる意義を感じることができます。武器の種類も豊富で、剣だけでも5種類以上もあり、銃に至っては弾だけでも数種類あるので、気に入る武器もきっと見つかるはずです。武器には固有のアクションまであるので、新しい武器を獲得する喜びは癖になり、ハクスラ要素が好きな人であれば、どっぷりハマってしまうでしょう。2D 探索アクションのメトロイドバニアと、モンスター育成のポケモンの要素が合わさった、ありそうでなかった夢のコラボを実現してくれた作品です。モンスターを従え冒険するモンスターキーパーとなって、世界の異変を解決していきます。マップを探索していくと道中でモンスターと遭遇、バトルに切り替わります。一部のイベント戦以外はシンボルエンカウント方式で、基本的には3対3。モンスターキーパー同士であれば、控えの3体を含めた6対6の対戦となります。属性相性を見極めながら、モンスターを入れ替えて戦うという、ほとんどポケモンバトルに近いものですが、バフデバフやコンボを重ねたりと、役割を考えながらの戦闘は意外と奥が深いです。さらに豊富なスキルツリーや進化といった育成も充実していますし、100匹以上もいるモンスター図鑑を埋めたりと、やり込み好きも満足いくものになるのではないでしょうか。モンスター固有のスキルを使って探索していくところなんかも、モンスター育成とメトロイドバニアがうまく融合している印象でした。オリシリーズはもともと Xbox やPC で出ていたものでしたが、その高い完成度が評判になり、スイッチでも発売されたマップ探索型ゲームです。大自然というロケーション、ジャンプを駆使して進んでいくアクションなど、アスレチックを遊び回っているかのような感覚になります。絵本のような雰囲気たっぷりのグラフィックが目を引きますが、敵の特性を利用した仕掛けや操作がとても秀逸で、難易度は割と高めになっていますが、レスポンスの速さや軽快なリスタートによってストレスを感じることなく進められます。このオリシリーズを通して、特に評価が高いのがその世界観。美しい自然を描いたグラフィックは、森の木漏れ日や風の流れる動きという背景まで一つ一つが作り込まれています。またそれに合わせた神秘的な BGM や効果音も素晴らしいものになっていて、実際の自然の音を使っていたり、オーケストラをレコーディングしていたりと、インディーズの領域を優に超えています。もののけ姫や千と千尋の神隠しなど、ジブリ映画を参考に制作された背景もあり、あの美しくもどこか恐ろしい世界観がたまらなく好きという方はぜひ遊んでみてください。30年以上も愛されているファンタジーライトノベル、ロードストー戦記を原作としたゲーム、リードリット・イン・ワンダー・ラビリンス。原作の知識がなくてもアクションゲームとして十分楽しめる作品です。遊び始めてまず目を引くのが美しいドットアニメーション。やりすぎなくらいの書き込みで、ゲームから原作へと興味を惹かれることになるかもしれません。スキルを手に入れて探索範囲を広げるメトロイドバニアの基本は抑えていますが、それほどマップは広くはなく、ギミックもわかりやすいものが多めで、探索ゲームとしてはよく言えば王道、悪く言えば平凡です。しかし2種類の属性の精霊を駆使してトラップをくぐり抜けたり、敵の攻撃を無効化し有利に戦闘を進めたりという独自のシステムは、アクションにいいアクセントを持たせてくれています。ライトノベルが原点ということもあり、ストーリーは秀逸で、エンディングを見た後は達成感と充実感に包まれることになるでしょう。台湾のインディーメーカーが制作した擬人化したウサギが主人公という一風変わったメトロイドバニア。見た目は可愛い女の子たくさんの萌えが先行していて、少し抵抗を覚えるかもしれませんが、その実上質な探索アクションになっています。主人公の装備はピコピコハンマー。
最初は振り回すだけですが、徐々に昇竜拳的な攻撃や進化すると衝撃波まで飛ばせるようになっていきます。また爆弾や遠距離ショットを駆使して戦っていくのですが、可愛らしい見た目とは裏腹に戦闘の歯応えはかなりあり、ほとんどの敵が遠距離から攻撃をしてくるといういやらしさを持っています。特にボス戦は特徴的で、シューティングゲームのごとき画面を埋め尽くさんばかりの弾幕が飛び交い、きっと絶望することになるでしょう。でも大丈夫。そんな激しい攻撃もちゃんと対処法は用意されているので、挑戦し続けることで乗り越えられるちょうどいいバランスに仕上がっています。ボス戦は30戦以上とボリュームが豊富な上、そのボスをノーダメで倒したり、アイテムを取らずにクリアするなどの実績の数も膨大で、やり込み要素もかなりの数になります。ダークな雰囲気のソウルライクな作品が多いメトロイドバニアの中でも、明らかに異彩を放つ萌えの皮をかぶったガチアクションですので、変化球も楽しみたいという人にはとてもおすすめです。先ほどのラビリビとは真逆のダークソウルにガチガチに影響を受けたソウルライク全開のメトロイドバニア。しかしこちらはソウルではなくソルトを求めていきます。雑魚敵でも油断できない難易度、やられればレベルアップのための経験値の消滅、他のプレイヤーがヒントを残せるオンライン要素、ふわっとしながらもダークで重そうな雰囲気のシナリオ、他にも装備重量などなど、強くダークソウルを意識しているのを隠していません。それでもそこに嫌味を感じさせないのは、そういった類似点を 2D アクションに高いレベルで落とし込んでいるからこそです。ダークソウルをメトロイドバニア風にしたらこんな感じなんだろうなぁ、というのを上手に具現化しています。そこからさらにソウルシリーズとの差別化として、レベルアップ時はステータスのポイントの振り分けではなく、スキルツリーでのキャラクタービルドが可能になっています。装備できる武器が増えたり、脳筋戦士や魔法特化などの方向性を定めて育成ができるようになっているので、プレイスタイルがガラリと変えられるのが非常に面白いです。難易度はかなり高く、心が折れる瞬間もいくつもありますが、それを乗り越えることはソウルライクの醍醐味ですので、歯応えのあるゲームを遊びたい人には、もってこいのゲームです。海中探検型のメトロイドバニア。一見するとインディーゲーム感が強くありますが、開発元はまさかのカプコン。同社のゲームの中でも、極めて異色作と言えるでしょう。人々が海中で暮らすことになった世界で、一人生きている主人公は、未知の機械と出会い、広い深海へと繰り出していきます。恐ろしくも美しい海中のビジュアル、それを彩る独特なサウンドや効果音は、さすが有名メーカー製のゲーム、といったところで、その没入感は計り知れないものになっています。それゆえに探索の緊張感もリアルとなり、サバイバル感はより深みを増していきます。海中を探索していくのですが、海のすべてが主人公の敵となって襲いかかってきます。酸素がまず重要で、何もしてなくても減っていき、これがなくなるとゲームオーバー。崩れ落ちてくる岩石や迫り来る氷など、環境自体が敵となります。それに加えて、独特な進化を遂げた生物たちが主人公を攻撃してきたりと、恐ろしいながらも見せられてしまう不思議な魅力を持っています。深海への理解がとても深く、こだわって作られたのがよくわかる作品で、海の雰囲気やロマンがたくさん詰まっていますので、メトロイドバニア好きのみならず、海洋アドベンチャー好きにも満足できる一作です。はい、いかがでしたでしょうか。スイッチで遊べるおすすめのメトロイドバニアを紹介していきました。今後もどんどん増えてくるであろうメトロイドバニアの入門編としても遊んでいただきたい作品ばかりですので、ぜひチェックしてみてください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタン、ぜひよろしくお願いいたします。鈴木ミートでした。